はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は釣りをやっていきたいと思います。少しレベルを上げまして、今ね、釣りレベルが11です。炎の釣り竿をゲットしました。11からになると結構楽に上がったと思うんだけども、まあ昔の記憶だからちょっとわかりませんけどね。とりあえず、昔釣りをやってた場所行ってみましょうか。ここだったよね。サーマリ高原だったね。行きまーす。それでは行きましょうか。ここだね。ここ。ここで釣りしてたんだ。だね。極楽魚の白と黒のみが釣れる場所ですね。で、炎の釣り竿とプラチナルアーを装備してます。ちょっと難しいけども、まあ、ギリ釣れる感じでしたよね。はいはいはい。いけるね。ちょっと待って、17とか食らったっけ？これ結構ギリギリっていうか難しいぞ。いけ、あ、いや、いけるわ、いける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 。黒でしょ多分。はい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 。で、経験値が1200。あ、そうだわ。ちょっともうちょっと入ったの。あ、食べ物装備してないわ。うん、食べ物。元気玉と、食べ物を食べて、さらに 10% アップしていくのね。クイックケーキか。OK。で、これで、1回につき、1300ぐらいの経験値が入るんで、だいぶ美味しいんだよね。OK。白が釣れるかどうかだよね。確か白は結構難しかった記憶があるんですけども、あ、白だったら逃げるんだよね。あー、これ白だわー。黒だったら逃げないけども、白は後ろに逃げるんだ。うわ、めんどくさ。これ白釣り上げ切れるかな。ナイス。おーおお、いけたいけた。一気に 100m 近く引くんだね。で、経験値は黒も白も一緒ぐらいだよね。あ、白の方が若干美味しいのか。オーケー。2匹釣っただけでレベルが12まで上がりました。これで、ちょっとね、レベルをどんどん上げていきましょう。おー！キングサイズだった。奇跡的に釣れたな。まあ、会心が出たからだろうけども、経験値は3000とかいく？わお、めちゃくちゃ美味しい。で、レベル13、14でアイテムがもらえたよね。14ですね。これでちょっとアイテム取りに行きましょうか。確か、あ、来た来た、マデュライトのルアーだ。んで、次が17ね。17で19。あー、なるほど。結構安定して釣れるようになるのは、19、まあ、20ぐらいからか。はいはいはい。まあまあ、もう少し今のところでレベル上げましょう。やっと上がった。レベル15から16までの壁があったね。そうだわ。こっからなんか一気にレベルが上がらなくなるんだな。はい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 。あとどれぐらい必要？次。38000、すんげえな。でも17で氷の釣り竿を入手できるので、それが入手できるとまた次の釣り場に行けるね。ちょっと頑張ろうか。おーし、上がった。やっと上がった。 OK。 でこれで氷の釣り竿がもらえるね。もらいに行きましょう。よし、これで。あ、まだあれだよね。レベル上限解放は、
まだだもんね。うん、確かまだのはずで、19か。いやー長えな。でも多分魚全部渡せば、あ、いや、まだだ、まだだわ。うん、あと1万枚足らないか。まあレベルあと1上がる頃には取れますね。で、ダウンロードコンテンツで出てきたこれとこれも取りたいので、そこまではやりたいよね。あ、あとあれか、新しい魚が増えてるんで、それもちょっと釣りに行きたいですよね。うん、まあちょっと今のレベル17ではどうしようもないと思うんですけども、うん、まあもう少しレベルを上げてそういうのにもちょっと挑戦していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。